てなわけでかくれんぼ始まります。これ結構久々じゃないですか。超久々のかくれんぼですね。でも、このマップのかくれんぼは初じゃないですかね。ちなみに今回私は隠れる側でやっていきます。なんか今名前に部員が二人見えたぞ。ベレー帽をかぶってる部員が私です。一体なぜ僕と名前をかぶせてきたのか。ていうかこのマップって隠れれるところありますかね。バグやらなら雲木の壁裏とかはないと思いますよ。つまり、一般的なところしか隠れることができないと、絶対に見つからない、なんて場所はもうないってわけだな。ちなみに今回はいつもとは違うマジモンの隠れんぼなので一度隠れたら動くことはできません。前は隠れ鬼だったっけな。とりあえずボムラで適当に塗っていきますか。ちなみに鬼は3分30秒から動き出します。それまでは塗り塗りタイムです。ていうかどこに隠れればいいんでしょうか。隠れんぼあるある。鬼が動き出すまでに隠れる場所が見つけれずに仕方なく近くの橋に行く。相手はなぜかラピッドブラスターを持ってきているので余裕ですよ余裕。これが隠れんぼっていうことを伝えてるんですかあなた。伝えてますよ。おそらく相当な自信があるのでしょう。残り50秒くらいなんですけどまだどこに隠れればいいかわからないです。ここは端っこにいると思わせて相手ど真ん中にいるのも手ですよ。相手がラピブラだし塗りも少なさそうだしな。それにしても本当になんでラピブラを持ってきたんでしょうね。9億%捕まる自信がないんですけど。これで捕まったらもう何も言えねえな。ちょっと待ってこことかどうでしょうか。割とありだと思うんですけど、なんか欲しそうな目で見てきたので彼に譲ろうと思います。さて残り30秒。マジでどうしましょうかこれ。時間になったら絶対動くんじゃねえぞ。わかってますよ。ここは通り道だからバレやすそうだな。うん、最後まで決まらなかったのでここになりました。めっちゃテンプレな場所ですね。用務の言ったことそのまま刺さったな。さて鬼が動き出してるわけですが、前にルール破るドッキリしたりしたので逆ドッキリでマルチミサイル撃たれたりしないか心配です。そんなこと考えてるのお前だけだぞ。まあラピブラのスペシャルってボムラッシュなんですけどね。で、この僕ブー印なんだけどヤグラの右に隠れています。すぐに見つかればいいんですけどね。ひどい。今鬼は左側のあの場所にいるみたいだな。私の譲ってあげたあの場所が見つかってなくてよかったです。やっぱりあの場所は最強だったんですね。正直なところ無理やりにでも奪っておいた方がよかったか。いやそうでもなかったわ。思いっきりやられてるじゃねえか。ちょっとこれラピブラだからって舐めてられないんじゃないですか。しかも割と塗られてますしね。ちょっと怖くなってきました。来ちゃってますしね。この山を越えれればあとはなんとかなりそうですね。ここで見つかったら瞬殺っていうオチですけどね。見つかる200万円。まあどうせここまでは塗らないだろうし大丈夫でしょう。ここに隠れているってことを予測して撃たないと塗れないでしょうし、この様子だと分かってなさそうですしね。はい、イージーゲームですね。そのまま通り越して、あれ、ちょ、あ、どうも、あの、見つかりました。なんでしょうか。この見つかった時の恥ずかしさと間抜けさって、これわかる人います？お前がラピブラには絶対捕まらないって言い張ってたからじゃないか。そう、君の仲間入りとは。霊夢さんの隠れる場所は実質全部見つかっちゃってましたね。あ、どうやら無事ブージルシも死亡したようです。舐めてたわ。てなわけで2回戦目、やっていきます。今度は私が鬼で。ステージはスメイシーワールドです。ルールは先ほどと変わらずです。使う武器はクロザップ。理由は特にありません。ただ一つ使う理由があるのだとしたら、動画ネタがない時に雑用してたこの武器に愛着を感じていたのかもしれませんね。これ割と使ってましたよね。初期の頃は必戦の次に強いんでしたっけ、覚えてないんですけども。そういえばこの前の必戦アップで、またクソ強くなってましたよね。初期必戦をあまり覚えてないんですけど、あの黒歴史に逆戻りしてる気もしますよね。今じゃどのマッチも緑で溢れてますしね。あ、これ後ろ向いててって言われてたけど死んだからマップ見えちゃうんですけど、まあいいか。てなわけでそろそろ始まるんですけど、我慢できないのでフライングしてもよろしいでしょうか。はい。何言ってんだお前。あー、ダメだ我慢できません。こいつ2秒フライングしたぞ。徒競走での2秒がどれだけ大事か知らないんですかあなた。これは徒競走じゃないんですよ。てなわけで始まったわけなんですけど、なるべく時間効率を重視してかなり雑に塗っていきます。前はちゃんと塗ってたんですけどねこの人。素直に若葉にメイン性能ガン済みでよかったんじゃないか。まあこの人、鬼の経験ないですから仕方もないですよ。そういやお前って何気にスプラトゥーン2だと鬼をやったことがないよな。ちょっと私を見くびりすぎじゃないですか。一応クロザップだって塗り武器なんですからバシッと見せてやりますよ。さっきは大口叩いて瞬殺されてましたけどね。こちとら過去に隠れんぼで数字出してたプロなんで負ける気がしませんよ。だからさっき隠れんぼテクニックその1、道作りです。普通の道作りとは何が違うんですか。先にある程度の道を作っていって後から怪しいところを塗っていく戦略です。骨組みから肉付けしていく感じですね。まあこれ全部適当に言っていただけなんですけど。だろうな。隠れんぼの心理なんですけど、基本的に人って隠れ慣れてない人はさっきの私みたいに恥とかここならバレなさそうっていう場所に隠れてしまうんですよね。例えばここが強いとか、そういうところって探す側にとっても手に取るようにわかるわけで、割と見つかりやすいんですよね。個人的に一番隠れてて欲しくないのはこういう道の端っこですね。それ考えるとどう考えても若葉の方が良かった気がしますけどね。正直なところ私も内心そう思っててかなり後悔しています。一体こいつはなぜそんな武器を使ってしまったのだろうか。まあこっちはベテランなのでハンデと思っていただいて構いません。またそういう強気な発言するとさっきみたいな結末になりますよ。ならちゃんと保険を取っ
とかないといけませんね。あららら、なんかいますね。お前が塗ったところに隠れてたようだが足場がなくなって隠れなくなったようだな。隠れる場所がなくて時間切れになってっていうテンプレ展開っぽそうですね。さて1分半経ったわけだが、未だに一人しか見つけれてないぞ。まあこの2分でなんとかなりそうじゃないですか。むしろ私はこれを順調だと捉えてますよ。この隠れんぼ、一番の地獄がまだ来てませんからね。地獄？マップ全体をある程度塗って、それでも見つからずにどこを探せばいいかもわからず行き場を失う。その大雑把に塗った後の塗り残しに潜んでいることも知らずに。割とあるあるだよな。それ。さっきからところどころ端っこの角とか塗り忘れてますからね。この人、誰か隠れている可能性としてはかなり高いですよ。え、待ってもう30秒経ったの？残り時間は1分半ですね。その時間内にあと3人も見つけなきゃいけないんだぞお前。よ、余裕ですよ。か、かくれんぼってこんなに難しい e スポーツでしたっけ？ただのミニゲームだぞ。あ、なんかいた。これで二人目だな。残り1分ちょいですね。そして残るは二人。そのうちの一人は僕だよ。あ、ブージルシさんいたんですね。一試合目もいたけどね。ちなみにヒント与えると君はもう僕とスレスレで会ってるよ。ちょっとそういうのやめてくださいよ。余計にわかりづらいじゃないですか。まあこれも戦略としてね。あのほぼ雑用みたいなブージルシさんが姑息な手段を使い始めるとは。彼も日々進化してるっていうことですね。その進化の過程で何かトラブルが生じてミュータントになるっていうところまで想像ができますね。アニメや映画の見過ぎかと。てなわけで残り10秒なんですけど見つけれません。もう立っちゃってもいいっすか。舐められてますよ霊夢さん。ブージルシに舐められるなんてこれほどの屈辱はありませんね。てかマジでどこに隠れてるんですかこれ。そして終了ですね。見つかったのは二人だけだったな。とりあえず答え合わせに移ろうか。正解はここでした。わかるかこんなとこ。割と何回か通過したんじゃないかここ。ちょっと見てみますか。ここでまず1回の通過。そしてここで2回目だな。上書きでスレスレじゃん。僕の勝ちだったな。当然だけど人生でここまで悔しいと思ったことはありません。ご視聴ありがとうございました。